Yeah, guys, welcome back to Slobo Channel. 真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。 I think this is our character. 邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。 OK, I'm going to 手ほどきするは学ぶこと。ゆえに今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。I think I should copy my master. Well, guys, maybe I need to skip this tutorial for you because we are just focused on the story. 見せてみよ、ヒロキ。今日はここまでだ。三十郎様、明日は。三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは、気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。I will check my run before I go down the stairs. 町場の方へ向かったのでは？こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょう。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。何年言ったらわかるんだい。これは売り物じゃねえ。米引き立てだよ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。拙者は、I love the blacks and white colors of this game. It has because it looks more dramatic on my gameplay. 今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。And the sound design of the people around me to make the game alive. I love it. サバ、アサリ、スズキ。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬ。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのございます。
を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってことさ。間違いねえ。僕が森の中にいんの。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる盗っ人どもが。ひろき殿、お急ぎよ。お許しくだされ。何も取ってはおりません。拙者どもはただ振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで追いかけるって。イザナギがイザナミを追いかけたようによ。けどけ、足の番じゃ。勝負だとは。怪我はありませんか。いや、なんでもね。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。足が手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。 I don't feel like I'm just playing a game. It's just like a movie. At the same time, you play this game. 何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませぬよ。先生を見つけねば。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ。この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございません。そして拙者は、拙者は、ヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。 She is worried so much. It's okay, I can do it with myself.わしを止める気だ。拙者は侍じゃ。逃げるなら今のうちじゃ。全部持っていく。
Alright, guys, I can beat them all. It's still easy, guys. I love the physics of fighting scenes. I feel hard to detect the enemy attack too. この無効水なもののふは誰だ？して、手だろ！拙者は侍じゃ！ああ、そうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。 Does it really? I thought he was the boss. が燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。愛子殿が無事であればよいが。ああ、なんてこった。
こいつら百姓は何も持ってねえ。ちりも積もれば手厚よ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっ、うせろ。俺の絵を買いかぶりすぎじゃ。先にしちまえ。いつ来てくれるんだい。けだもの、もう閉じろ。反抜きをせねば。そこの木を持ってこい。早せい、まだ来るぞ。抑えろ、抑えろ。そこで止まれ。頼む。叩き潰してやる。どこへ連れてったんだい。本は放っておけ。壁をの腰をへし打ってやる。退いておる。これは先生の行いか。社の中に何かあるはずだ。諦めな。ここにおとどまりを。されど先生は。ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をせれば。
刀か。年派もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。 Can I beat this man? 何の修練も積んでおらん。 I hope I can do. Let's put bats in to attack him. Finally, he got a hit on his eyes. Oh no, oh no. Oh, thank you. I almost dead. 武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ俗名。恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじ。困りました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしません。As you can see guys, this is a dramatic with black and white theme. And the tragedy what's happened in this village. Track to Yomi. この妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが。わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきおった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。
お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様。 Alright guys, thank you for watching and see you to the next part of this game, Track to Yomi. I hope you like this video.